毎回平成30年度日本松若手連合会副会長鈴木光俊。ただいまより平成30年度日本松神社例大祭日本松の提灯祭り7丁5度を引き回し解散式を開会いたします。実行委員会会長日本松市長挨拶。日本松提灯祭り実行委員会会長明健一様お願いします。皆さんこんにちは。多くの皆様方のおいでをいただき、ここに日本松神社例大祭日本松提灯祭り7丁合同引き回しを若連や町内会そして関係する全ての皆さんの協力をいただき、怪我もなく事故もなく大成功のうちにこの時を迎えることができました。皆さんありがとうございます。そしてこの7丁引き回しを通して多くの皆さんに誇りを取り戻し元気と希望を与えていただきました。お祭りはこれからも続きます。平成最後のお祭りを皆さんの力で大いに盛り上げていただきたいと思います。お願いします。結びにあたりまして日本松神社例大祭日本松提灯祭りのますますのご発展と皆様方のお幸せを心からお祈り申し上げ、日本松提灯祭り実行委員会を代表いたしましてご挨拶いたします。ありがとうございます。連合会会長挨拶。平成30年度日本松若連連合会会長二階堂圭介。まずはじめに昨日京都の七丁合同引きます。そしてみこしの部大変お疲れ様でした。昨日この場にて顔を合わせ出て行きました太鼓隊が無事に7台揃って解散式を迎えられますのも、ここにお集まりの角技会長をはじめ角技若連会の皆様、小赤のみんな、町内会の皆様、最低委員会の皆様、皆様のご協力がありまして滞りなくやることができました。本当にありがとうございます。また日本松市長はじめ実行委員会の皆様、日本松市役所職員の皆様、警察署長をはじめとする警察関係者の皆様、保存会役員の皆様、各関係団体の皆様、そしてここにお集まりの日本松市民の皆様のご協力とご理解がありましたこと、この場をお借りしましてお礼申し上げます。ありがとうございます。このお祭りは呼び起こしにて角技が顔を合わせお祭りが始まります。何かの縁がありここにお集まりの7人の会長がいて、今年の7丁合同引きまし神輿への部分が大成功したと思っております。本当にありがとうございました。さまざまな時代の流れの中で、変わりゆく時代の中で変えてはならない守るものを守っていただいたこの
7人の会長のもと、その熱い思いと情熱を引き継いでいただきたく、7つの技、すべての囃子をやっていただきまして、その目に胸に焼き付けていただきたいと思います。各技は可憐会の皆様、よろしくお願いします。万歳三唱、日本松観光協会会長安西文彦様、はい、政策会長見てください。昨日の提灯祭り、そして本日の七町合同引き回し、素晴らしく盛会に終わることができたこと、ここにいる全ての人と喜びを分かち合いたいと思います。万歳を参照しますのでよろしくお願いします。日本松神社例大祭、日本松提灯祭り、万歳万歳万歳。手締め、平成30年度日本松若連連合会会長二階堂圭介。それでは僭越ではございますが、手締めの音頭を飛ばせていただきます。今年の奈良町合同を引きまし、そして神輿への区分大成功したことを祝しまして、三門で締めさせていただきたいと思います。皆様、お手を拝借。よーよーよよー、ありがとうございました。閉会、平成30年度日本松若年連合会副会長鈴木光俊。これをもしまして、平成30年度日本松神社例大祭、日本松の提灯祭り、七町合同引き回し解散式の開会を
解散式を閉会いたします。じゃあ始めてください。